はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、モンスターハンターライズは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今回はですね、全ハンターが使いこなせなければならない必須のサイト、こちらモンスターハンターライズスキルシミュレーター、タコの鳴き、こちらのねサイトについてちょっと解説をしていきたいなと、いうふうに思っております。このスキルシミュレーターって皆さんご存知ですか？これ使ったことない人は人生500億年分ぐらい損してるんですよ、本当に。このスキルシミュレーター何かっていうとですね、これまあどういうスキルを発動するのにはどんな装備構成がいいかっていうのが一発でわかるサイトなんですよ。ちなみにこれライズだけじゃなくてね、モンスターハンターポータブルセカンド G とか4とか、モンスターハンタークロスとか、まあこの辺の頃からずっとあるね、非常に有能なサイトとなっておりまして、マジで知らない人いたら本当アドソンなんで、人生損してるんで、ぜひ覚えて帰ってください。まさかまだ各装備を見てね、この装備にこのスキルがついてるからとか言ってメモしながらやってる人いないですよね。まさか、それ生産性が低すぎます。このサイトのね、リンクは概要欄に貼っておくんで、よかったら飛んでいただければと思います。 PC 版でも使えますし、スマホでも、もちろん iPad とかでもどっからでも飛べるんで、使い方なんですけど、めちゃくちゃ簡単で、どんなスキルを発動したいか選んでいくだけです。はい、例えば、性別選びますよね。女性か男性か、男性ですと。で、武器スロット何個空いてますかと。まあ、1空いてるか、2空いてるかみたいな。1、1空いてるとかあると思うんですけど、まあ、とりあえず2選びますよで。これは自分の、持ってる武器に合わせてね、選んでください。で、僕いつもスラッシュアックス使ってるんで、今回ちょっとスラッシュアックスでね、検索していこうかなと思うんですけども、回避距離レベル3欲しいですよ、みたいな。ちなみにこういうね、色の選べるんで、回避性能5しかったら回避性能5とか選べばいいんですけど、回避距離レベル3選べますよ、これ欲しいですよ。で、攻撃レベル4ぐらい欲しいですよ。で、雷属性攻撃強化5も欲しいですよ。で、高速剣系レベル3もね、これ欲しいですよ。で、強化持続レベル3、匠2、技物3とか入れて、で、これで全部揃ったらここで検索かけるんですよ。検索ってやると、こんだけ出てくるんですよ。こういう組み合わせで作れますよと。こんだけ。何通りあるんだ、これ13件か。13件ありますよみたいな出てくるんですよ。で、ここの防御力順で出てくるんで、これ316防御力で、一番下だと280みたいな防御力があるんで、まあこれで防御力で一番高いやつとりあえず選びますけど、これ選んでペッて押すと、これね、ちゃんと詳細が出てくるわけですね。オロミド S ヘルム、S メイルで、なんかこうなんて読むんだわかんねえや、なんか固定で、ジャナフ S コイル、オロミド S グリーブで、5石と。で、ここにね、装飾品何を作ればいいかも全部教えてくれます、このサイト。神、攻撃銃2で、紅葉銃2、跳躍銃1、側辺銃1、雷光銃5みたいな、これ作ってはめればいいですよみたいな。で、全部発動するスキルがこっち側でして、まあちょっとおまけでね、発動するなんか鬼火まといとか、こういうのも発動するよみたいなこと書いてあるんですけど、一応これが全部発動しますよっていうスキルになります。で、それだけじゃなくて、ちゃんと耐性値もね、ここに表示してくれるんですよ。例えばこれだったら、非耐性がマイナス6、氷耐性がマイナス6、竜耐性がマイナス5だから、ちょっとこの辺は弱いかなみたいな。逆に雷耐性が6なんで結構強いかなみたいなこともわかるんですよ。これ神ゲーっすよね。で、これじゃあ竜さん、五石、これ五石どうすんのと。五石持ってるの人によって違うやんけってなるじゃないですか。それがこのサイトが一番神ゲーなところなんですけども、これお守りっていうね、ここ検索マイセット、お守り装備設定って言ったんですけど、このお守りっていうところ、これ押してもらうと、これね、自分が持ってるお守りを登録しておけるんですよ。これ僕登録してあるんですけど、これ全部例えばですけども、弱点特攻2のお守りが出ましたと。お守りが出ました、神お守り来ましたと。弱点特攻2、これ2、弱点特攻2、攻撃2、まあ、お守り欲しいなっていう希望的観測みたいな話になるけど、攻撃に来ましたみたいな、こういうお守り来ました、これで追加すると、ここに一番下に、ここにね、お守りが追加されるわけですよ。それで、その後にこれ検索をかけてあげると、さっき登録したお守りの情報が反映されながら、この一番下の情報は更新されるんですよ。これマジでね、革命です。これはこれプログラミングした人ね、マジでね、本当ね、10枚ぐらい払いたいね。いや本当にこれお金取っていいレベル、本当にこのサイトは。で、お守りの情報がこれ、例えばほら、今これ僕 PC 版のブラウザーでやってるんですけど、間違ってお守りの情報消えちゃうとかあるじゃないですか。
ブラウザ変えました、PC 変えましたとかいろいろあると思うんですけども、そういう時でも大丈夫。これね、今これ、こんなんかすごい量の文字列あるんですけど、これ、エクスポートすると、このお守りの情報を書き出しておけるんですよ。で、このお守りの情報を書き出しておいて、これをどっか違うところにメモしておいて、で、これをコピペするんですよ。どっかに。で、コピペしといて、で、なんかお守り消えちゃったら、そのコピペしたやつをもう一個コピーして、ここに、こうやって貼って、インポートしてあげれば、このお守りが全部戻るんですよ。今やってみましょうか。これ、一回全部お守りすべて削除して、で、これで、今、お守りが全部流れましたと。これを、これ今コピーしたこの文字列をこれでインポートバチコリってやってあげると、これ復活するんですよ、これ。神ゲーか？神ゲーすぎるだろ、これ。このプログラム考えた人、マジ天才でしょ。で、ちょっとスキルの話に戻るんですけども、これね、自分でスキル構成考えるのめっちゃ楽しいんですけど、やっぱね、漏れがあるんですよ、自分で考えたら。例えば、これ、今回のスキルは攻撃レベル4、から強化持続レベル3までのこのスキルが発動するよっていうスキルなんですけども、攻撃レベル4、これレベル5にできねえんかなみたいなこと思うわけじゃないですか、人間って。どうしてもその欲が出て、で、じゃあ攻撃レベル 4なんだけどこれ5にできるかなと思って5ってやってみて、これペッてやると1個出てくるんですよ。これ1通りだけ、唯一無二のこの組み合わせ以外ありえないみたいな、こういうスキル構成とか防御構成もう出てくるんですよ。こういうのにね、出会った瞬間ほんとね、脳汁出るね。めっちゃなんか運命の人に出会ったみたいな、テンション爆上がりよ、これは。だからこれはこのスキル構成だったらもうね、これしかありえないってことなんですよ、この組み合わせしか。こういうのってほんと自分でなんか考えてるの限界あるから、このスキルシミュレーターを使わんといけないんですよ。こういう、まあ多分みんなね、YouTuber の人とか、ガチ勢の人とかは、まあ、このシミュレーターをね、使って出してると思うけども、結構最近、やっぱ、ライズから始めたとか、逆にダブルクロスとか、クロスやってて、ワールド飛ばして、ライズから始めたみたいな人、いると思うんで、そういう人にはね、ぜひね、このサイトを有効活用してほしい。そういう風に思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。オタクによる、スキルシミュレーター解説でございました。ぜひね、このサイトを概要欄に貼っとくんで、使ってください。皆さん、これで、モンハン廃人が、増えることを祈ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。